どうも、めっちゃめっちゃメスです。はい、ということで今日もやっていきます。もう今日はね、マジで言いたいです。これ北海道、明日準決勝なんですけど、ちょっと、衝撃です。ピッチャーのレベルがまずね、これまず言いたいのは、高すぎる。もう、まず全国でナンバーワンです。言いますけど、残ってる4チームのエースの球速言っていきません、ね。まあ、球速。まず、知内高校、左の147です。ほんで、東海大札幌、これは有名ですね。門別くんね、150。ほんで、札幌大谷ってあるんですよ。これも残ってるんですよ。これは、148左。ほんで、苫小牧中央、これもプロ注目です。151キロ、右。これ見てください。この球速のレベルのやつたちが明日ね、戦うんですよ。ほんでもうめちゃもうバチバチレベル高いです。で、ね、大阪桐蔭がもう強すぎる問題になった時に、これ注目されたのが、これ東海大札幌の門別くん。で、ものすごい強いと。ほんでそこと、明日はね、これ知内高校っていうのが戦うんですけど、これ知内高校みんなあんまり聞いたことないと思うんですけど、これ調べたらえぐいです。これ左のさっき言いましたけど、147に、ライトの子も140超えてくる。これ右なんですけど、ライトの子も140超えてくると。この2枚看板で成り立ってると。ほんでね、これ東海大札幌にはこれ春負けてるんですよ。明日戦うんですけど、春に負けてるんですけど、やっぱりでもその時もしっかりこう投げ合ってた。もうピッチャーえぐいですよ。これお互い。なんかね、東海大札幌の門別くんはもう押せ押せなんかなって思って、じゃあこのね、逆に、知内高校のピッチャーは逆に、なんかこう、なんでしょう、大島高校とあれみたいな感じで、しっかりこう、抑えてくる、なんかこう、ローニーのタイプのピッチャーかなと思って、見とったんですよ、映像で。ほんで、球速見たら、147、これちょっとエグいです。で、これ選手なんですけど、選手はね、やっぱりね、知内高校は、なんかね、みんなが思ってる以上に結構有名な選手とかもいるんですよ。ほんで、その打線とかも普通にバッティングバチバチです。その門別くんからもうバチバチ打ってます。で、札幌日大ってあるんですよ。これ札幌日大にも勝ってるの。これ札幌日大は札幌日大っていう、北海道やったらマジで、もう、例えるならほんま、正代栄みたいな。北海道の正代栄みたいなチームにもう勝ってきてるんですよ。ほんでね、それと、これ、逆に、東海大札幌はこの門別くんで150。で、これね、レフトのこれ、唐川くんっていう子も143キロ。だからこれ似たようなチームなんですよ。が実際当たると。ほんでね、これね、その次の試合は、これね、どっちが勝つかっていう予想は自分はね、もうこれ、門別くんが、やっぱりちょっと、前のあれでデータを取られとったっていうのと、やっぱりね、この似たようなタイプのピッチャーがおるチームは打たれやすいんですよね。だからね、やっぱこう東海大札幌が変に名前売れてしまったことで、変にデータとかを取られたんで、だからこれは明日知内がちょっとダークホース的な感じで勝つかなと思ってます。んで、札幌大谷と、苫小牧中央っていうチームが試合するんですけど、これ札幌大谷は、これね、ここもエグいんですよ。これ、日本ハムジュニアの上がりの、いろんな鶴岡選抜とか、そういう選抜チームとかに選ばれてる子たちも結構いるんですよね。だからあんまりみんな、それはあんまりみんな知らんかったんかなと。自分は初めて聞いて、なんかそういうな、札幌大谷ってあんまり機関高校にそういう逸材は北海道集まんねんなって、ちょっと自分は衝撃的やったです。ほんで、キャッチャーの子がこれ豆知識なんですけど、東、六丁目フリッパーズっていう少年野球チームなんですけど、そんなダサい名前つけます？こんなんもうほんまにボーイズの代金恥ずかしくて言えないですよ。まあそれは置いといて。ほんでね、そういうチームなんですよ。ほんでね、これが怖いのはこれね、札幌大谷これ調べてきたんですけど、北海高校あるじゃないですか、アリアヨホイホイで有名な。北海高校にボロ勝ちしてます。えぐいです。ボロ勝ちしてきてるチームです。そんなチームが、札幌大谷です。でピッチャーも148。えぐいでしょ。
に対抗するのが、これ、苫小牧中央、ここもえぐいんですよ。これね、北照高校って、これもね、北照高校ってめちゃくちゃ強いんですよ、もう北海道やったら。そこにしっかり勝って、145を掘る北照のピッチャーからバチバチ点数を取ってる。だからもう北海道ほんまピッチャーレベル高いでしょ。145へ150やっていっぱいいるんですよ。ほんでその中での苫小牧中央、これ、北海道やったこれ門別くんの次に評価が高いピッチャーです。151キロ掘ります。右で。これもドラフト候補なんで覚えとってください。名前はね、ちょっとね、調べれてないんで。ほんでね、まあこのね、二つのチームの試合を見たんですけど、やっぱりね、この苫小牧中央のこのピッチャーがちょっと良すぎる。はい。ということでこれね、自分は苫小牧中央の、が勝つと思ってます。この151キロのこの右がちょっとレベルがちゃうと。ほんで北海道は謎に右ピッチャーの方がなんか貴重性が高いというか、普通はね、左のエグいやつなんか、毎回いないじゃないですか。やのになんか北海道はこんなに集まってるからなんか珍しさがないというか。ほんでね、やっぱりね、これね、なんで北海道がこんなにエグいピッチャーが出てくるかとか。でもね、結構そのね、中学校の時から名前を挙げてるようなピッチャーではないんですよ。なんでそんなんがいっぱい出てくるかって自分なりに考察したんですけど、やっぱりね、この冬走り込むとか鍛える期間が長いじゃないですか。ほんなんで野球ってやっぱこうやってない時にどれだけこうイメージとかをできるかでものすごい成長って変わるんですよ。だからやっぱそういう冬野球やらん期間にいっぱいイメージできて、ほんでそれをね、やっぱ体も作って、やっぱ人一倍冬が長かったんで北海道って。だからね、それでやっぱエグい球を投げれてるっていうか、そのトレーニング期間を得てみんな成長できてるから、こんだけね、エグいピッチャーが出るなと思います。やっぱね、なんかこれは不思議と、やっぱ都会ってよりか、あったかい、こう、あったかい地域よりか、やっぱこう寒い地域の方がね、やっぱこう岩手とかもそうですけど、エグいピッチャーが出やすいっていうのは多分ね、そういうところは関係してると思います。はい、ということで今日もやっていきました。皆さん、チャンネル登録、高評価、細かい情報、よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ。